冬ちゃん、先ほどまでの雨もやんで晴れとまでもいかないですよ。過ごしやすいですね。ハラミリはジーザスハウスレッスンをお伝えしています。よかったらティッシュもらってってくださいね。ありがとう。私の心と魂が疲れて傷ついても静かにあなたを待ちます。ここに来てくださるまで主よそばSarare temo, nani mo ienai
ですか？ Jesus loves you. Hello everyone. まあ可愛いワンちゃんですね。ワンちゃんも作られたイエス様、お母さんも作ってくださったイエス様がおられる。お父さんも素敵に生きておられるかと。なぜならばイエス様が作られたあなただから。あなたは愛されている。変わらない神の愛がある。本日皆様にこのジーザスの愛をお届けいたします。永遠の神の愛は愛したよ。
私たちを愛し合う、その愛の中で枝となる時、多くの実を結ぶ。ありがとうございます。イエスが愛したように私たちも愛し合う。人が友のため命を捨てるほどの愛はない。共に支え合い、共に助け合う、イエスの愛で共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中、共に支え合い、共に助け合う、イエスの愛で共に祈り合い、共に笑い合う、イエスの愛の中、イエスの愛の中、イエスの愛の中。先ほどまで降っていた雨もやって、そう、止まない雨がないように、もう雨で疲れてね、噛んでしまったら疲れのせいです。風が強いし、また雨も降りますので気をつけてください。お帰りなさい。近くでね、ティッシュお配りしてます。素敵なお嬢ちゃん、素敵なお姉さんたち、君にあげたい。ザ・バイブル、聖書。聖書というのは世界で最も多くの人たちに読まれ、その人生を変えてきた書物です。学校でお勉強するとともに、今日は野外授業のようにここでお話をしています。聖書はこのように語っています。神はその一人子をくださったほどに、駒込の皆様、あなたを愛している。3つのポイントでお話します。第1番目、神は、神って誰でしょうか。まあ、日本は宗教がありますよね。まあ、それから八百万の神々、800万、八百屋さんの800と書いて、でも800万も神々がいるんだろうか。まあ実際はですね、数えてみると30万から40万ぐらいの、いやそれでも多いですよね。そんなに神様がいるんですか。でもその宗教の神様と聖書の神様は違うんですよね。宗教の神ってのは人間が作ったもの、そして祭り上げたもの。聖書の神は私たち人間を作られたお方です。あなたが今日存在している、あなたがここにいるのは神があなたを作られたからです。勝手に作ってなんてね、言うこともできない。神はあなたを愛し、愛の対象としてあなたを作られた。でもその愛の関係が切れた状態を罪というのです。だから孤独であり、だから人は死ぬ、だから人は
寂しさや不幸を感じる。でもその神様との関係が切れた罪を許し、その罪を取り除くために2024年前一人後イエス・キリストがこの地上に来たのです。イエス・キリストはクリスマスの主人公です。そう、あなたを作った神の一人子です。イエス・キリストはあなたを愛して33歳で十字架にかかり墓に葬られ、しかし3日目によみがえったのです。キリストがよみがえった、あなたの罪を許してよみがえったということは、あなたが信じるならキリストに起こったことがあなたにも起こる。罪が許され永遠の命を得ることができる。皆さん、イエス様を信じて一緒に天国に行きましょう。救いは今が時です。イエスを信じて一緒に天国へ行きましょう。今日このあなたへのグッドニュースをぜひ信じていただき、知っていただき、救いを受け取ってください。そちらにいらっしゃる僕たちは中学生ぐらいですか？中学生？高校生？高校生だったらごめんね。学校の教科書では進化論というものが公然と教えられています。日本って不思議ですよね。進化論ってね、根拠がないんですよね。仮説なんです。人間の命がどうやってできたのか、それを考えるその過程において、ダーウィンという人がね、仮説を唱えたんです。進化したんじゃないか。でも皆さん、根拠がないのにね、教科書で教えるってね、すごいよね。つまり宗教みたいなもの、宗教つってもね、根拠がないわけじゃない。今日皆さんに根拠のない進化論、そういうものにとらわれて生きているよりも、ぜひザ・バイブル聖書がお話しする、あなたを作った神様がおられる。こんにちは、クリスチャンの方ですか？あ、そうですか。忙しい。ああ、そうですか。4時までね。そうそうそう。また。
予定入ってるんで、もうここね、そう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 です、ね、それを喜ぶ人もいる。でもトランプ
奥さんを嫌う、まあもちろんあの人格、そういう問題以前に聖書を生きようとすることが嫌な人たちがいるんですよね。まあ例えば今で言えばね、同性愛の問題、人工中絶の問題、人は男と女に作られたって聖書を語るんですよね。だから人間の性がたくさんある、あの WHO もそういうふうに差別してはいけない。でも人は男と女に作られたというその聖書の言葉、そこに医学的な根拠もあるし、また性別としての根拠もあるし、だって男と女しかいないですからね。もちろん体は男でも心が女だ、まあ、何かね傷ついたり様々な問題があることは確かでしょう。でもその問題があるならば、神のもと人となって来られた救い主イエス・キリストのもとに来て、病気になったらお医者さんのところに行くように、心が病んでいたら苦しかったらキリストのもとに来てください。疲れた人、重荷を負ってる人、私のもとに来なさい、あなたを休ませてあげよう。主と私で歩いてきたこの道、足跡は二人分、でもいつの間にか一人分だけ消えてなくなる。私が共にいるから、イエス様のお答えします。私が
こんにちは。
小さい頃は神様がいて
優しさに包まれたなら、きっと目に映る全てのことはメッセージ。Thank you.
かもしれないけど。
にも神が私と共におられ、一歩踏み出しませんか。春が来たように、あなたの人生にも春が来た。勇気を出して歩き始め、神の愛が私たちに注がれています。世界で一つのオンリーワンだ。なぜならば神が私たちを作ってくれたからだ。あなたは愛されている。小学生がすごいこと書いてありますねってこう言ってたんですけどね、まあ、友達の愛ならいいけど、なんか男女の愛だと怖いって。まあ、まだねウブなんですよね、小学生。大人になるとね、友達の愛より男女の愛がいいって思う人もいるかもしれない。でも神の愛はもっといいですよ。神の愛を知ったらもう私たちは離れることができない。美味しいお蕎麦屋さんに行って蕎麦を食べるのもいいけどね、イエス・キリストの蕎麦はもっといいですよ。キリストはあなたと共におられる。あなたはこの神の愛に
すぐそばに、あなたと最も近いのです。神は誰よりもあなたの近くにいてくださる。神の愛、なぜならキリストがあなたのために傷を受けられたから。
呪い受けて、全ての私たちの苦しみを取り去るために十字架で死なれた。キリストは3日目によみがえった。今日進級したばかりのお姉さんにもイエス様の愛を伝えます。イエスはあなたを愛している。信じるだけで救われます。プレゼントです。今日ここにキリストの愛があります。あなたと共にいます。このキリストの愛をぜひ受け取っていただきたい。そのことを心からお勧めして、本日の街頭活動を終了いたします。ありがとうございます。